的新しい、こう1、2年、2、3年ぐらいでできた道で、浦和式街道じゃないな、浦和駅の方から中浦和通って、で463の方に抜けていくところのショートカットというかバイパス的に作られた道なんですよね。今日はなんでこんな喉にファンが絡むんだろう。警察車両じゃないか、警備員。ここの上の自転車道、自転車でインスタ360つけて走りたいな。あら、今日早いな。こういう曲がり角、カブのタイヤ滑りそうで怖いんですよね。ちょっとでも砂利が浮いてるとすげえカブのタイヤ滑りそうで。到着。